今日から販売が始まった年末ジャンボ宝くじ。佐賀駅前の売り場では高額当選を目指し初めて祈願祭が行われました。佐賀駅前の宝くじ売り場で行われた与賀神社の宮司による高額当選祈願祭。一等と前後賞合わせて10億円が当たる年末ジャンボ宝くじの販売開始に合わせ初めて行われました。この売り場でのこれまでの最高当選額はサマージャンボミニの7000万円で、それを上回ると高額当選を目指し宝くじを買い求める人が訪れました。一枚買いで一等狙いが私の主義なんでまだ達成できてないんですけどお金を気にせずに買い物をするという贅沢を一回味わってみたいな。海外でも旅行するかな。世界一周か。年末ジャンボ宝くじの販売は来月22日までで、大晦日に抽選が行われます。